ゲド戦記は、アーシュラ・ケルイ・コール・グウィンの小説、ゲド戦記の主に第三巻の、最果ての島へ、を原作とし、また宮崎駿の絵物語、シュナの旅も、原案とした長編アニメーション映画、スタジオジブリ制作、東方配給で2006年7月29日に、劇場公開。宮崎五郎監督、脚本の独自解釈によるストーリーとなっている。ゲド戦記ではなく、 絵物語、シュナの旅が、キャラクターイメージの元となっている。監督の宮崎五郎は、シュナの旅の登場人物に少しずつアレンジを加えて、言って、ゲド戦記の世界に近づいた感じですと語った。うちはその人物の真の名。作中の世界では、人に真の名を教えることはそのものの焼酎に、己の魂を委ねることと同じで、通常、真の名を隠す。本作品は、 原作者類コールグウィンによる、ゲド戦記の一連の作品を原作としており、世界観や設定、登場人物名や用語などで、いくつかの共通点を持つ。その一方、原案、シュナの旅の影響が強いため、原作とは異なる点も多い。本作品と原作、ゲド戦記の主要な相違点は、以下の通りである。本作品は、プロットや部分的な絵作りにおいて、 原案としてクレジットされている宮崎駿作のシュナの旅からの本案が多い。その主要なものは以下の通りである。監督の宮崎五郎の父親である宮崎駿は本作の古参ファンであり、その世界観に大きな影響を受けてきた。風の谷のナウシカを映画化する以前、彼は原作の出版元岩波書店に映画化を打診していたが、 その当時原作者のルイコールグウィンは自身の作品のアニメ化には消極的でアニメとはディズニーのようなものだとみなしており1990年代に再オファーするもこの時も原作者の許可はおりなかった2003年にゲド戦記の全巻翻訳を終えた清水雅子が原作者ルイコールグウィンと面会した際に隣のトトロなどの宮崎作品に対しジブリ作品は 私の作品の方向性と同じ時に言っていることを述べた上で、もし私の作品を映像化するとしたら、OK を出せるのは、あの人だけと発言。清水は彼女に、宮崎駿に伝えていいのか念押しし、後日スタジオジブリにそのメッセージを伝えた。宮崎駿は、これが20年前なら、すぐにでも飛びついたのに、と戸惑ったが、ハウルの動く城を制作中だったこと、及び、 これまでの自作品ですでに、ゲド戦記の要素を取り入れて作ってきたから、今更できないとして、監督を断った。しかし、本作をジブリで映画化したかったプロデューサーの鈴木敏夫は、ジブリ内で本作映画化を検討する研究会を立ち上げた。当初のスタッフは、鈴木とプロデューサー石井智彦、有力な若手アニメーターと、宮崎五郎。その時点では五郎は、 美術館館長としての参加だったが、次第に研究会の中心人物として動くようになっていった。その過程で、鈴木は他のアニメスタッフではなく、五郎を監督に起用することを画策した。発表当時のインタビューでは、前提としてジブリの今後を考え、当の鈴木を含め春夜高畑伊が高齢であるため、と述べた。当初はジブリ全スタッフから、 なぜ、宮崎駿の息子というだけで監督なんだと異論を唱えられたという。宮崎五郎は絵コンテやレイアウトを書きながらいろいろなスタッフと渡り合い、自分の能力を証明し、溶け込んでいった。また、宮崎五郎が制作の素人だったということもあり、新たな方法論や発想が生まれることとなった。スタッフも自由に仕事ができるようになり、鈴木敏夫は、 ジブリのスタッフが持つ感性と力がうまく引き出されたと評している。この作品については、宮崎親子に関する確執が公開前から取り沙汰されており、公開に至るまで親子間、またはジブリ内での右右曲折がしばしば話題にされた。宮崎駿は映画監督経験がない五郎が監督に就くことに、あいつに監督ができるわけがないだろう。絵だって描けるはずがないし、 もっと言えば、何もわかっていない奴なんだと言って、もう反対した。ここで、鈴木は五郎に、イメージ画を描かせ、五郎は、龍とアレンが向き合う絵を描き上げた。これを見たシュンは、うなり黙ってしまったという。そして、五郎に、お前、本当にやれるのかと3日にわたって何度も問いただしたが、それでも五郎は、監督をやると返答し続け、 そして宮崎駿はようやく五郎が監督するのを飲んだという。鈴木はこれを聞き、一枚描いてくれと頼み、それがホートタウンの街の原型となる、イメージ画となった。それでも息子の仕事の進行具合が気になっている、様子を見かねた鈴木が、独身社員の出会いの場を建て前に、宮崎駿を含む、本作品の制作スタッフを集め、すき焼きパーティーを催す。 その席で本作品の出来具合を女性スタッフに尋ねると、ミアさんが引退した後、ローンの支払いをどうするか心配をしていたが気有だった、と言われ、ふざけるな、とへそを曲げたという。2005年6月に鈴木と五郎は原作者に五郎を監督にする了解を得るため渡米を予定していたところ、春は五郎がやると決めたじゃないか、監督というのは少しでも時間があったら、一枚でも、 多くの顔を描くべきだ。原作者と交渉するのは、プロデューサーの仕事だろう。と一括した。じゃあ、ミさんが来てくださいよ、と鈴木に促され、仕方なく、シと鈴木が渡米する。原作者と面会の場で、シは昔描いた、ゲド前期などのスケッチを見せ、原作への思い入れや、自身への影響を熱烈に語り、スクリプトについては責任を持つということで、 ルイコールグウィンの了承を得た。なおこの際に、上記、竜とアレンが向き合う絵をルイコールグウィンに見せ、シュンは、この竜と少年の絵は、原作の表現と比べるとおかしいですよね。ところをの解釈について批判する一幕もあった。帰国後、シュンは、スクリプトの件で、あんなこと言わなきゃよかったと言い,い、その後も悩むこととなったが、結局シナリオには、一切関わらなかった。 ただし、脚本に行き詰まるゴロに対し、ゲド戦記なんかやらずに、シュナの旅をやればいいんだと助言し、それが、本作の大きな指針となった。その後も、ゲド戦記に対する、宮崎駿の執念と確執はくすぶり続け、2005年暮れになって、鈴木の下へ現れた、宮崎駿は、今からでも間に合うから、ゴロを降板させて、俺に監督をさせろと言い出し、 鈴木を困惑させる。その時の宮崎駿案によるプロットは、おいて、ボロをまとったゲドを基軸とする物語であった。作品が完成直前までこぎつけても息子、宮崎五郎に対する溝は埋まらず、ルパン三世カリオストロの城が公開当時に、観客動員が振るわなかった上、監督一作目にしてはよくできていたなどと評価された、ことに根強い恨みを持っていた、宮崎駿は、 俺も同じように監督一作目にしてはよくできていたと言ってやると息巻いていた。ただそれは宮崎駿が次もやろうと奮起した言葉でもあったと鈴木は語っている。公開前には行かないと言っていた宮崎駿であったが初号死者に現れ関係者を驚かせる。鈴木は行かないと言ってたのになぜ来たのどうせ途中で帰るんでしょと忠告し、事実。 春はその通りに上映途中で、タバコのために数分席を立って、気持ちで映画を作っちゃいけないと語った。その後死者室に戻り、死者の後、大人になってない、それだけと感想を述べた。宮崎は初号を隣の席で共に見た、色彩設計の安田道夫に、自身のアトリエで、初めてにしては、よくやったっていうのは、演出にとって侮辱だからね。 この一本で世の中変えようと思ってやんなきゃいけないんだから、変わりゃしないんだけれど、変わらないけどそう思ってやるのがね、映画を作るってことだからと話している。後に、宮崎駿は本作品に対し、安田を通じて素直に描けていてよかったとの感想を五郎に伝えた。なお、後のジブリ作品、国コ坂からでは、五郎の監督起用に真は反対していない。 公開2日間で観客動員約67万人、工業収入約9億円を記録した。配給の東宝は初動の結果を受け、工業収入100億円超を目標に掲げたが、9月に入ると85億円に下方修正した。最終的にはそれをさらに下回る76.9億円だったが、2006年、方が興業収入1位となった。2020年、 新型コロナウイルスの流行によって新作映画の供給が困難になったことを受け、同年6月26日から8月まで全国の映画館で本作の再上映が行われた。もともとは再上映のラインナップに入っていなかったが、プロデューサーの鈴木敏夫はコロナ禍の状況に本作のストーリーがふさわしいと考えて再上映を提案した。再上映により、 興業収入は1.5億円上乗せされて、累計78.4億円となった。第63回ベネツィア国際映画祭で特別、招待作品として上映。映画祭での上映に対する現地の評判は、最低ランクで、スタジオジブリの評価を著しく下げた。ウニタ髪のダリオゾンダは、平凡なスタイル、創造性に欠けた絵で、それは、 リアリズムの上に成り立つファンタジーに共する想像を生み出すことを放棄しているキャッスルロック。イットはアニメーションはスムーズで緻密なキャラクターデザインではあるけれども、ゴロの映画は父親の映画における創造性と物語性芸術の高みには達していないと評した。北米ではベーシファイ,イチャンネルによるテレビドラマ化の契約により2006年当時、 劇場公開は不可能であった。公開から4年後となる2010年8月13日よりニューヨークやロサンゼルスなど都市部限定で PG-13 指定で公開となった。原作者のルイコールグウィンは試写会後、ゴロに感想を問われ私の本ではない、ゴロの映画だ、と述べた。その後、この発言をゴロが無断でブログに紹介したことや、 日本人ファンからのメールなどを受けて、映画に対する感想を公式に発表する。ルイコールグウィンはこのコメントの中で、絵は美しいが、旧ごしらえで、隣のトトロのような繊細さや、千と千尋の神隠しのような、力強い、豊かなディテールがない、物語の辻褄が合わない、登場人物の行動が伴わないため、生と死、 世界の均衡といった原作のメッセージが説教臭く感じるなどと記した。また、原作にはない王子が父を殺すエピソードについても動機がなく気まぐれ。人間の影の部分は魔法の剣で振り払えるようなものではないなどと強い違和感を表明している。多くの映画評論家はこの作品に厳しい評価をした。2006年度の最低映画との評価を それぞれ独立した映画評論雑誌ごしから受けている。週刊朝日、文芸春秋、週刊新潮、プレミア、ピア、スクリーン、キネマ巡報など国内の雑誌でも国評されている。2008年7月11日に日本テレビの金曜ロードショーで地上波発放送された。金作のジブリ作品の地上波発放送の視聴率は 20から30%台がほとんどだが、本作品は16.4%と低調だった。これは、翌週に放映された、隣のトトロよりも低かった。押井守は、初監督でこれだけのものが普通の人に作れるだろうか、合格点を与えていいだろう。次は、本当の父殺しの映画を作るべきだ。と評価した。諸君。 2006年11月号市上において、荒川洋次は、作詞者、宮崎五郎氏への疑問と題して、劇中挿入歌である、テルーの歌に対し、萩原作太郎の、心に、ある範囲を超えてに過ぎている、参考資料として、心を、死のもとにしたならば、原始、萩原作太郎、変死、宮崎五郎とでも表記するべきで、作詞、宮崎五郎とすることにためらいはなかったのかとの批判を、 行った。2006年10月21日、毎日新聞は、この件につき報道した。記事の中で、三戸正弘は、盗作ではないが、モラルの問題として、謝辞を入れるべき、シングル CD 購入者はそうであるとはわからず、先行する芸術に尊敬が欠けている旨述べた。2006年10月24日、鈴木敏夫は、下戸前期プロデューサーとして、この件につき声明し、 表記について、資料不足だったとの旨を述べ謝罪した。2007年7月4日、DVD および VHS にて発売された、本作品のスタッフロールに、デルーの歌の歌詞は、萩原作太郎の詩、心に着想を得て作詞されました。との表記が追加された。原始との関連について、オリジナルサウンドトラック、劇場用パンフレット、公式サイト、TV 番組、 ゲドセンキオンズカンテルーの歌はこうして生まれたなど映画に関係が深い媒体では心に着想を得て作詞された胸が解説されていたが歌そのものの媒体であるシングル CD には解説がなく劇場公開当時のスタッフロールにも表記がなかった本問題については本カトリアオマージュであり表記については問題がないという見方がある日本の著作権法では 指名表示権などが属する。著作者人格権は著作者の死亡時点で消滅するが、権利消滅後もそれに準じた扱いが義務とされる。本作品は、共産している朝日飲料の蜜谷サイダーのコマーシャルにも起用されている。挿入歌のテルーの歌をバックに、テルーの声優の手島葵がアフレコをしている場面で、劇中のセリフを吹き込むというもの。AB スタジオジブリ4作品、26日から上映、風の谷のナウシカ、もののけびめ、千と千尋の神隠し、けど戦記。オリコンニュース。https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2164829スラッシュ2020年6月18日閲覧。 115分33秒06コマハット a b 歴代ランキングシネマランキング通信工業通信社2020年12月15日閲覧ワークスオブゲド戦記において参考文献ルイコールグウィンのエッセイ夜の言葉第一作関東ことエアの創造ゲド戦記セリンセリフ削除論難スポーツ系今日2006年8月2日参考文献 公式パンフレットハット ABCD インビテーション2006年8月号 ABCDF インビテーション2006年4月号世界一早いゲド戦記インタビュー2021年4月10日閲覧このことは2006年6月5日にタワーレコード渋谷で開催されたゲド戦記 CD 発売記念記者会でも鈴木が語っている ABCABC ABC アシット映画館2006年放送、鈴木敏夫インタビューよりようやく、プロフェッショナル仕事の流儀スペシャル宮崎駿の仕事、NHK エンタープライズ2009年2006年、興行収入10億円以上番組日本、映画制作者連盟、野田翔、吉川聡、ジブリ鈴木敏夫が、コロナ禍で考えた、消費のあり方。 本当に必要なものしか買わなくなるニューノーマルの時代ビジネスインサイダージャパンメディアジーン。2020年12月27日閲覧千と千尋の神隠し歴代興行収入更新最上映の8.8億加算で316.8億に映画ドットコム2020年12月15日閲覧ファンタジーマガジンハット AB 原文有志による 公約文、宮崎ゴ郎監督、ゲド戦記8月13日米国限定公開アニメ。アニメ。2010年8月1日、番外編語ルイコールグインさんの言葉朝日ネット2006年8月24日記事、FM 東京、ジブリ汗まみれ第7回、スタジオジブリ、ゲド戦記4年ぶり作品10.2%。日刊スポーツ。株式会社日刊スポーツ新聞社。 2021年4月14日閲覧。ハウルの動く城、ゲド戦記が勤労で4月に2週連続オンエア。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ4187872021年3月20日閲覧。宮崎駿原案、宮崎五郎監督、ゲド戦記5度目放送8.8%。 日刊スポーツ株式会社日刊スポーツ新聞社2021年4月14日閲覧テルーの歌の歌詞の表記の問題について南良一インフォプロのための著作権入問題3回どのような場合に著作権が働くのか情報の科学と技術第66巻第3号情報科学技術協会2016年128から130ページ ドイ10.18919 JKG 66.328ビデオテープでのリリースが行われたスタジオジブリの作品では最後である。ありがとうございます。